念弾は救援要請だな。なんと！くれないか。
わかったよ。
予想以上だ。 Thank you.
気が全然ない兵士なら巨人を死体だと思って見逃すんじゃねえか。Oh my God.
ここに拠点を作ります。拠点を守ります。そこに拠点を。
和に暮らしてえな。いい考えが浮かばないな。どうしたもんか。あ、ちょうどいいところに。ねえ、ちょっとだけ話を聞いてくれない？俺たちいつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だがいざ4人で具体的なことを話し合ってみるとなかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。大腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うかな。うん、贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？お前新兵のくせに分かってるな。なかなか見込みがあるじゃねえか。まあ確かに贈り物ってのはいい考えだよね。それとオルオ、その話し方いい加減にやめてくれない？しかし兵長のことだから
何か凝った贈り物をしても、そんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど、考えてみると何を贈ればいいのかわからないし。そうだな、それがいい。みんなで少し考えてみよう。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンが熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあまあ、二人とも落ち着いてよ。ほら、ミカさん、一緒に寮に戻ろう。ね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ。あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず、俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。
立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理よ。匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ。腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そうか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません会長。それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあ、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。
来て帰って初めて一人前だ。そっちの部屋の掃除は済んでるのか。おい、お前の顔についての目玉は飾りか。俺にはホコリまみれの小汚い部屋が見えるんだ。まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ。カビ、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。紅茶の支度をしろ。悪くねえ。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか。親を持ったら感謝することだ。こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。いや、そっちも大変だったみてえだな。どうだったリヴァイ兵長は。そうだよな。けど他人だけじゃなく自分にも厳しいからこそみんなあの人についていくんだろうな。おい、もう帰るところ？いや、リヴァイの指導とやらはどうだった？やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方から？だと思ったよ。まあリヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか？今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。
行くよ。巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうね。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少ない。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？なんていい子なんだろう。誰かさんにも見習ってほしいな。誰のことですか？本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると林にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設定しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。次は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ、一緒に可愛い子を捕まえよう。いや、分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。分隊長、興奮しすぎです。やつは捕獲対象じゃないよな。
この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって、精鋭中の精鋭なんだからさ。こいつは倒していいんだよな。いや、なれ、とんだ人形だ。すみません、手を借りられて助かってます。なあ、いいんだ、お前も大変だな。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はっ、無理はしません。ありがとう、その調子で頼むよ。はい、了解です。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねっす。無理でもやるんだよ、オルモ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。オルモさん、どうかよろしく頼みます。そうか、俺に来てほしい。こっちは片付いたね、オルモ。引き続き頼むよ。もう帰れ。討伐する、ハンジ分隊長。どうかよろしく頼みます。これは救援要請、急行します。倒してやる。すごいじゃないか。無事だった？ええ、なんとか無事です。そっちは大丈夫か。行くぞ。無事だ。自分の心配だけしとけ。お待たせしました。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼む。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どうだね、あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設定しよう。行くぞ、ハンジ分隊長。討伐完了、拠点を設定します。お願いします。了解。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。分隊長、全ての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。今井兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。
獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。倒してやる気あるのか。いいぞ。だが走りすぎるなよ。エンドさん、こっち捕獲成功だ。おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。分かったよ。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。いや、次だ。あのクソ嫌い。大発する。エンドさん、後輩越しくださいませ。たくさん夫人と会えたのはいいけど、面白そうな子はいないな。分隊長、見直しました。巨人の観察に夢中になっているのかと。やった、この世から消え去れ巨人ども。さすがはリヴァラン、頼りになるね。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。この足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。成功だ。いや、なかなかやるな。だが調子に乗るなよ。どうもする。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。これ以上は付き合われ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして飛行機の仲間を助けに来たってこと。そんなわけねえだろ。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。もう一杯と思ったけど仕方ないか。ラウンド、ヘッドさん、お願いします。承知した。倒してやる。パンチの最後。面白いやつだ。
終わりにするぞ。ああ捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい、軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、軍隊長。
ものが揃っているよ。また来てくれよ。いい品がそろ。また来てね。いらっしゃい。